川崎市の宮前市民館大会議室でギター教室アルテが主催するギター・ウクレレ発表演奏会が行われました。緊張してるけど練習した成果を生かして頑張りたいと思います。演奏会は3年ぶりに観客を集めて開催されました。この日はギター歴2年目の小学生から20年以上のベテランまで8名の生徒が出演しました。新型コロナの影響でオンラインでのレッスンが続きましたが、生徒は演奏会に向けて練習を重ねてきたと講師の小倉さんは話します。やっぱり目標があるとその分一生懸命頑張るので上達するんですね。生徒さんの上達のために、そして弾く喜びと聴いていただく喜びを感じてほしいっていう。コロナ禍の2年前からレッスンを始めたという小学6年生の生徒もステージで演奏を披露しました。この演奏会では自分が弾きたい曲を自由に演奏することを目標に、クラシックやジャズ、映画音楽、J-POP、フォークソングなど幅広いジャンルの曲が披露され、演奏ごとにたくさんの拍手が送られていました。できた方なんじゃないかな。満足です。もうコロナ禍で練習した甲斐がありました。一生思い出に残るギターの発表会になりました。先生にすげえ感謝してます。